いや、言うことはなっちゃう。もう、うつみにはちょっと長かったんで。A 氏はですね、小学校1年生から今まで6年間、バイタルの方にお世話になりまして、私が、丸4年、バイタルの方にお世話になってきたわけなんですけども、まあ、何を言っていいか分からないんですけどね、監督、コーチ、佐藤コーチ、鈴木コーチ、には本当、1年生から、お世話になり、ボールをね、もうキャッチボールも宇都宮さんも言ってましたけど、できなくて、こういうとこから、鈴木コーチ教えてくれてね、顔面に当たって、よくそういうキャッチボールやってました。そういうとこから教えてもらえて、今はピッチャーやらせていただいて、と目まぐるしく成長していく自分の子供を見ているうちに、やっぱりコーチとしてやってる間にまた和樹とか純太、田川陽平と智也とまた会えて本当に嬉しかったなと、この子たちに出会えて本当に良かったなとつくづく思います。またね、5年生の子たち、下級生の子たちもみんな同様なんですが、やっぱりね、必ずね、人より多い汗かけば自分に必ず戻ってくるっていうことを信じて、やってきてますので、それを自分たち子供もそうなんですけども、なんていうんですかね、自分の子供にもまた6年生までしか、野球を通して、子育てっていうところができない、中学校行ってからは何かと口出せないところが多いんで、6年生までいっぱいとにかく野球を通して、楽しんでいただければなというふうに思います。本当、コーチ陣の方、また監督、国権の方々、本当ありがとうございました。